こんにちは、山下雄平です。今日はですね、久しぶりに、レビューしたいと思います。と言いましても、今回ご紹介させていただくお菓子はまあね、もうすでに食べていて、もうとてもですね美味しくて、なぜか健康的だったので、ぜひ皆さんにご紹介したいと思います。それでは早速いきましょう。こちら、カルビーベジップス。こちらですね、近所のセブンイレブンで売っていました。テーマは罪悪感のないポテトチップス。お菓子って食べた後どこが罪悪感があるんですけども、こちらベジップスはですね、その罪悪感がない。これはですね、新しいです。里芋、ごぼう、そして人参です。それではいただきます。口当たりがすごく軽い、こうふわサクっていう感じですね。そしてそれぞれ野菜の味がしっかりですねついていて甘い。でもその甘さは野菜本来の甘さを食べている感じです。それもそのはずでした。こちらですね、原材料が里芋、人参、ごぼう、そして植物油、食塩となっています。ほぼ野菜ですね。とっても美味しいです。以上、ベジップスのレビューでした。ちょっと小腹が空いたり、お菓子が食べたくなった時、まあでも普通のお菓子を食べるのはちょっと罪悪感かなっていう時は、ぜひこちらベジップスを食べてください。それではまた。ライブ情報、アルバム購入ページ、ラジオの出演情報は下の説明欄よりぜひチェックしてください。